か綺麗。やっぱ綺麗だね。ちょっと待って、これ撮影スポットだし。これがブナなんだよな。すげえ。いきなりあった。やっぱりあったんだ。これでもブナ抜きじゃねえな。え、何の木だ？抜きだけだか？抜きだけだな。奈良がね、水のが、奈良っぽいな、奈良の。でっけな。でっけくねえか。ちょっと。でっけ。むきたけ。むきたけだな。むきたけだな。なんかちょっと古いが。ちょっと古いから。ちょっと古いかもしれない。なんだ、やめてもいいかもしれない。うん。ハンターみたいな出たね、ハンター。どの木だっけかなぁ。滑るべな。うわぁ。なめこ。なめこを探しましょう。静かだな。うん。静かに降ってる。やべ。結構降ってきちゃったね。積もらねばいいんだけど。クマだなって言うんじゃねえの、うん、クマがなんか、じゃあ違うけどもクマもああいうことするってけど、なんかの鳥どこの巣だと思ったんだけど、クマだなっていうのあるけど、なんそれ、あの木の上でああいうこう巣みたいなの作るな、クマだな。え、クマ関係あるの？あれはクマじゃねえと思うけど、うん、鳥じゃねえのあれは多分。あ、でもそれを鳥、あの、クマだなって言うっていう感じ。そうそうそう、クマだなっていう。倒木を、倒木見つければ、まず。倒木。まだやっぱりもうちょっと、まだ上なんだな。そろそろどっかさ、ねえかな。そうだったな。なめこねっていう。ムキタケとか見つければ、あそこ金があるとこなんだなって思えるのに、うん、ムキタケすらねえ。じゃあムキタケすらねえな、うん、どういうことだ、こりゃ。どうしよう、野生の勘はだらがねくなってきたんですもうちょい行っても同じだかもしれねえな、ね、多分そう思う。なんかな、うん、無駄だな、そんな気がする。いやでもこの辺怪しいなって思ってしまったけど、どうしよう。一番下の方だべか。とにかくブナだよな。ブナの倒木だ。なんか木の子らしき姿が見えない。まずいな。何も取ってねっていう。ああいう気さつ出ればな。ああいう気さつ。どっかさ入っていけば。どっかはなんかありそうでもあるけど。どうせ言えばあんだか。会長さん教えてください。計算します。この辺ブナあるな。ブナはある。さてと、あら景色多分綺麗だな。キノコはねえけど、すごいな。景色がいっぱいしちゃったりして、足止まっちゃった。あらあらあら、雪も積もってきちゃった。ムキタケタワーになってる。あ、大丈夫そうだか。うわ、やっぱ滑るな。滑る。ああ、やっぱりあっちもメラッとついてるな、あるほら。あれ。急でね。急だ。あれだ、ムキタケだ。あれはムキタケだかもしんねえ。ムキタケだな。あ、これ餌もムキタケ。でも、ああ、そっちもあるな。ムキタケなんだか、ナメコなんだか。ああ、綺麗だこと。でも大
だと思うけどね、うん、大丈夫なんだから洗えば取っていってダメだばって。あ、そっち綺麗だしゃな。裏側さ黒いの出てらっしゃ、うん、あーこれいいな、うん、おそむきたっけ、あーすっげーなった、こさなめこなめこめちゃくちゃ固まってほらここもでっけめねめねやっぱりあったやっぱりあったさあ、やったやった、やっと見つかったわ今日。いいなめこだしゃ。これだ、これ今動画撮ってる。ありましたね。なめこですね、これも。うわ、メラッと入ってる。すごいね。ちょっと斜面なんだよなここ。よいしょ、わあ去年より生えてるかなこれ。大きいなめこもある。うわ滑る、ちょっと気をつけないと。おおやべやべやっべ、よし、おお、どうだどうだ、うわ上の方いいな、この辺いいっすね、この辺はいい、すごくいい感じですね。この辺は開いていると。おお。おお、すげえ。流れてるのもあんな。うわ。じゃあ流れ終わってんだ、この辺は終わりか。あーでも下隠れてあるんだ、ね、小さいのある。へー、ここだ、これもナメコだ。埃だけもある、埃だけ、あとなめこですね。これすんげえほら、すんげえほら、あめちゃくちゃいい、ほらほらほら、ほらめちゃくちゃいい時に来たな。こっち広げ気味だけど、もうこれ完璧サムネだ。サムネ、サムネってサムネってあれ、画面来たぞ、あれこれでもね、誰が撮ってるんだ一応。撮ってる？撮ってら、こっち右側撮ってる。こっち多分保存してらったんだねが。そうなの？見置きした？見置きしてら。あ、ごめんごめん、大丈夫大丈夫。すげえ。残念でした。いやこれ俺だ、今回撮っていく。待ってこれ反対側なんてだ。あ、こっちは綺麗に撮ってる。あ、危ない危ない。あ、そこだけだ、すんげえな。やった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 、めちゃくちゃすげえじゃん、はっこい、手はっこい、だから、おー、綺麗だね、すげー、プリプリ、よし、これ
まあ、撮っていくぜこれ。動画撮られ最終動画はやめとく。もう手寒いから手吐くからな。やめ冷たすぎる。またまた撮って、まだ多分オブサもあるんだな。おお、すんごいね、すごい。これはちょっと画像がこれぐらいか。左側の方がいいよね、こっちの、この色の、この濃いやつ。うわぁ、綺麗だ。根っこまで。難しい。そうだば、イカモトとしてさ、熊も来ねえじゃねえ。なんだかなぁ。でも、よかった。これで、よかった、最後当たって。でもさ、裏のところ、うん。悪さもあったからさ、当たるか。戻って買い替えてやればいいかもね。なんだな、これ見て、ピッて戻るか。もうちょっとちっちゃいのついてる。ダークワール、こっちさ、コタもついてるわ。こっちの下もついてる。よし、取っていきましょう。掃除部だよ。やっぱナメコだ、ほら、固まり方が。あら。やっとそれが活躍する時が来たな。これ。これ何？これがどういうことなのか。これが、ほら。で、これ使った時に思ったのがよ、うん、ここまで、この角を利用して撮るのがすごくいいってことが分かって、本当はこれが延長でここまでとかあれば、もっと意外とせめてここまであれば、あ、なるほど。角っこ使うっけた。これいいかもしれないな、確かにな。いっけ。そして意外と入るし、これさ。これなんで止めたんだ。あー、鉛見てってやつだよ。鉛ではねえか。なんかよく分かんないけど、すげえ器用な父さんで。うんうん。作ってけたんだよな。あ、これはまだいいな。ここまであればいいかと、ここまで。なるほどな。でもいいな。こうやればな。あ、これ、うん、麦だけなめこ最高だ。うん、よし、わかった。なめこ通るくん。吸えるんだか。ちょっと。お。あ。見てるか。あら。あ、なも、あもやっぱり、あ、なんかよ、だか古くなったねが。もしかして、あ、ちょっと力気ね、やっぱりなんかな、力気ねえよ。何本か入ったけど、ああ入るっちゃ入るな。関係入ったら、おお、なかなか重いんだけども、角度もあるのかね。あ、でも古いけど、でもいけるね。大丈夫だな。これがネット逆にすればいいんだから。や、ネットのその、あ、こうだんだんだ、そうそうそう、そうやって、そうやって、そうやってガリッと。だんだん、いったいった。あ、ダメか、ダメか。ダメだしゃ。落ちた。あ、でもちゃんと拾っていくから。ちゃんと拾っていきます。なめこまぎをって。なめこまぎ。よし、拾っていこう。一気に拾っていきます。これ何、なめこって言ったらいいんだかね。ハンバーグ、まんじゅう、何なめこ、ハンバーグなめこ、あら綺麗だ、これ、ほら、あら、いいことね、いいっすな、これよっしゃ、いいんだ、いいっしゃ、いいっしゃ、よし、これで終わりだ、今日は。あ、もう十分、オッケーオッケー。なんか綺麗な料理だ。これって虫だか、あ、虫だか、虫だか、虫出しても大丈夫だね。うん、オッケー。栗竹も、あ、なんか私こんなの見たことある。これ栗竹だったんだ。アメサネルでやったからなんとなくナメコっぽく見えるけど、うん、栗竹なんだよね。なんかこう柄が長いっつうか、プチプチプチってねえねえが、ねえねえ、あ、こう柄が長いくね、かっこ長い。栗竹で、栗竹でこうさ、プリ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 ってあるなんけ、違うの、なんかこう白くないけが、そうそう、白くてなんかプチプチ、だけどクリタケだと思うよこれ。模様入ってるっていうイメージあるな。何が分かんな、何が分かんのかな、絶対クリタケだ。完璧完璧。まずこれをあげようか、これ半分にしてな、うん、やるか。でも2人にしては多いよな。すごいね、すげえと思うよ。すごいでしょ。まあ、たまにナメコが入ってるのもご影響ということで。そうそうそう、全然、うん、これ入れてからすごい片付きねえできるよね。いいよな、忘れ物ね。忘れ物ね。よし、お疲れ様。頑張れ。待って、風呂入って風邪ひかないように
裏風がにおにどうもね、うん、お疲れ様。知り合いの方になめこの方をあげたら野菜の方をいただきました。ピーマンですね、ピーマン。あとこれは大根の葉かな。あとこれ菊ですね、食用菊。こういうのいいですね。ありがとうございます。